多分とんかつを食べていました。はい、ボラボラ島に行って休んで期待です。旅行したいです。ボラボラ島。これから大変だと思うけど頑張ってね、てみ。ああそうだ、そして日本語の勉強ももっと頑張っていてね。はい、あ、20歳ぐらい以上の友達ですか？ないです。できるかもしれないです。あ、十分魅力的だと思います。ビリヤードすること2年ぐらいかな、ハマっています。最近はやっぱり夏だからホラー映画にハマってますけど、資料館を見て、はい、ハマっています。初めての日本ソロアルバムを発売されましたけど、僕にとってすごく意味がある機会だと思います。それで皆さんともっと近づきたいですけど、ぜひさよなら一人を愛してください。はい、ありがとうございます。